ふぅ、こんにちは、ダイダラでーす。対戦ゲームがやりたいということで、今日もやっていきましょう！伝説対決！はい！ということで、今回はね、前回使ったキャラクターと違ってね、新しいキャラクターとか使ってね、いきたいなと思うんですよね。とりあえず今回使うキャラクターはこれでーす。デトン。よし、じゃあ今回使うキャラクターはこのキャラクター4ですね。ちょっと今回新しくスキン買ってみたんですよ。で、スキン。これめっちゃかっこよくね。光の戦士みたいな感じから急に闇の忍者みたいになっちゃったよ。ね。で、今回なんですけど、ちょっとね、アルカナってのも装備してみたいと思ってて、ドンと。これですね、アルカナ。レベル確か7以上からね、装備できるようになるものでして、なんかね、攻撃力をね、上げるアルカナを装備すると攻撃力が上がったりとか。俺今装備してるのこれですね、ヒットポイントアップとか移動速度アップ。ね、とか、攻撃速度アップとか、こういうアルカナつけてます。なんか特定のものを装備すると能力が上がっていくみたいなもので、これレベルを上げるとね、つけれる数が増えていくんですよ。まだ俺レベル低いから、まだリリースしたらちょっと立てないからね、全然低いんですけど、レベル30まで上げたらマックスまでつけれるみたいですので、ね、手取り早く30にするのがおすすめらしいですよ。ではね、早速ですけど、このキャラクター使って、バトルしてみたいと思います。はい、やっていきましょう。よろしくお願いします。いやー、勝ちたいなーっていうか、ちょっとスキン見て、めっちゃかっこいいこれ。ねえ、今までね、ほんと明るいヒーローって感じだったんだけど、全然違うわこれ、雰囲気。さあ、いきなり注意って言われてる。オッケーオッケー、注意しろみんな。なあ、絶対勝つぞ。さて、俺側の、ボット側は3人いますね、とりあえず。オッケー。あー、いきなり引き寄せられた。ちょっと待って待って待って、オスのコンボはやばいだろ、お前。このコンボやばいだろう。よし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 。あえて突っ込んできたとこ、狩ろう。そこで。うわ、なんか知らんけど、ファーストブラッドだったじゃん、俺。ありがとうございます。よし。味方の援護熱いね、これ。待って、敵も3落ち。めっちゃうまい、これ。めっちゃうまい、これ、めっちゃうまい。敵、いいよいいよ。落とせ、落とせ、今のうちタワー殴りまくれ。さっさかろう。よし。順調っすね、これ、いきなり。一戦目から。ええ感じ。さあ、レベルは2になった。これで。よーし。大丈夫かな？さあ、これはいい出だしなのでね。調子いいんじゃねえか、今回。な、味方ありがとうございます。味方に感謝やからな、このゲーム。しっかり攻めていこうぜ。俺キルがあったんだ、今。たまに思わぬキルがあるからびっくりする。やっぱね、射程投げると強いわ、これ。さあ、これでタワー落とせそうですね、このまま。よし、オッケー、タワー破壊。ボット側強いぞ、これ。さあ、向こうマロック持ちてる。おいし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 。攻めろ、攻めろ、攻めろ。ここでミニオン俺がガツッと倒しまくって、そう、レベル上げもできるっていうのが、一番おいしい。そう、敵にダメージ与えて逃げる。素晴らしいですね、これ。向こうの攻撃すごい。さあ、とどめだ！食らえ！よっしゃ、気持ちいい。今のは、気持ちよさすぎでしょ、俺。気持ちよすぎまんやん、そんな。ねえ。オッケーオッケーオッケー、4キルしちゃうか、俺。完全、ねえ、気持ちよいまんやん、これ。気持ちよいまん、ダイダラ。オッケーオッケー、敵3落ち3落ち。これ今攻めれんじゃね？とりあえず、ボット側押さえておいて、俺が。一緒のとこ行った方がいいんだろうけど、ボットが取れそうだもんね、ここ。さあ、注意って言われてる。よし。落として落として、タワー落としてタワー落として、これで。オッケー、タワー破壊。めっちゃうまい、これで。ちょっとミッド側援護いきますか、ここ。タワー2つ落として敵もね、4キルしたらもう、いい活躍でしょ、これは。ね、ナイスマン、ダイダラって呼んでくれ、俺のことは。ナイスマン。落とそう、これで。落ちる、よっしゃ、うまい。ゲロゲロって言いますやんけ、これ。落とせ、落とせ、落とせ、落とせ。やべ。さあ、もうこの時点でレベル6はね、相当高いよね、今んとこ。そこのタワー落としたいなぁ。よし。ちょ、また戻ります、俺、ボットに。ボットがまた敵来てるので、援護行っていきたいと思います。援護というかね、殲滅というか。勝手な敵。やっぱタンク強いね。くらえー、やめてくれ。オッケー、落とした。さあ、これで良いのでは？さあ、でもこっちも味方一人やられちゃったけど、まだこっちね、2落ちしかしてないので、メンバーは、まだまだ元気あふれる。さあ、ちょっとミッドがやばい、ミッドがやばいが、こっち、トップ、敵、真ん中に2人、敵全、いないので、トップとボット、なんか、今のうちに、敵落としまくりたいと思います。タワー潰そう。ちょっと、真ん中を犠牲に。よし。
攻めれる。これ、このね、ボット側を完全レーン制覇しとけば、それで、うまいでしょ。ほら、いけるいける、落としてる。よし。落とした!さあ、行きましょう、一旦。タワー破壊でーす。いい感じやん。よし。また落としましょう。くらえこれマジ強い。遠距離ね、の範囲外の敵も攻撃できる技なんですけど、一直線にして、攻撃して。これ待って。敵の数的にこれ、いきなり敵の本体小型は狙える。狙いますね、これ、ちょっと一気に。少し与えます、ダメージ。逃げます。よし。いや、すーごい良い感じじゃん、これ。またこれ攻撃しとこうか。ね。よいしょ。逃げろーあと、こやつだけですね、敵は。よし。さあ、落として。いいよ、いいよ、いいよ。敵を、オールダウン。オールダウンやん、これ。エース来た、エース。さあ、これ試合決まったでしょ、もう。ねえ。よっしゃー、超速クリアボット側もね、俺が殲滅してね、うまいこと勝てましたね。大勝利。いや、今の試合最高やん、展開的に。マジ気持ちいいで。9回目のレジェンダリー。MVP レジェンダリーで。いや、今回の戦い方すごい良かったと思うよ、俺。イェイ。グッド。はい、総合結果こんな感じでした。9キル0です、1アシスト。いや、めちゃめちゃ、なんか、俺じゃないみたい。はい、ということでご視聴いただきましてありがとうございました。で、伝説対決、今ね、なんかキャンペーンやってみるみたいでして、勝つまで実況キャンペーンっていうのがやってまして、YouTube に登録者100人以上の方が対象で、1月6日までに、勝った動画を投稿すると Amazon の券もらえるみたいな、やつが実施中ですので、YouTube やってる方ぜひとも投稿してみてください。それでもう一個、MVP の実況キャンペーンっていうのも始まるみたいでして、ランクがね、シルバーランク以上の方が対象で、MVP になった。ね、俺今日だったよね。それをあげると、またこちらも、なんかもらえるみたいですので、詳しくはね、下の URL から見てください。こちらもね、応募締め切り1月6日となってます。よし、では皆さんご視聴ありがとうございました。ダウンロードをね、めちゃめちゃ面白いので、熱いゲームなので、ぜひとも待機戦ゲーム好きな方は遊んでみてください。概要文からダウンロードいきまーす。それでは、ありがとうございました。また次の動画も見てください。じゃあのー。バイバーイ。